今回は、隠しワープ3箇所を解放できる世界任務の解説です。適宜倍速等を使って視聴することをお勧めします。とりあえず、ここで烏帽子から受注すれば、ワープ3箇所は解放可能になります。で、その後謎解きがあるので謎解きの解説です。ちなみに場所は、目的地マークしてくれています。ちょっとだけカットします。会話しておくの謎解きをしろって流れになります。謎解きは、とりあえず1個取ってよう切り替えるって感じで進めていきます。
ざ。しして次行きます。ここは奥の壺で場所を確認して、集めるパターン。
見失ったので一旦壺まで戻ります。はい、2箇所目終わり。
ー。